張りとか腰が出なくて、雨の日なんか広がって退職が早かったりして、朝やっぱスタイリングがしにくくて、朝セットをする時間は15分から30分かかるので、白髪を染めていくと今度は髪の毛がパサついたりとか、くしのやっぱり通りだったりとか指通りがちょっと引っかかるところがすごい気になります。うわ、サラサラ、すごいですね。こんなになるんですね。手ぐしでやってもすごくサラサラっといくのと、すごいまとまりがいいですね。もともとそんなに張りがない方だと思ってたので、でもそれがすごくふんわり仕上がってるのですごくいいかなと思います。グッと結んで離した時の状態っていうのがすごく弾力がある感じがします。なんかカットしてないのにカットしたような軽さ、なんか自分の髪じゃないぐらいやばいです。とっても潤いはまだあるので、すごい自分でもびっくりしてます。髪の毛が綺麗になって、で周りからも言われたので自信もついたのか、前よりもお手入れを丁寧にするようになったり、どうしても静電気が起きやすかったのがすごく少なくなったので、まとまりが良くなったっていう感じが強いですね。正直に嬉しいですよね。はい、そんなに時間髪の毛にかけないってところではやっぱすごくいいなって、やっぱ天使の輪っかみたいのがあるねって言われて、だからちょっとやっぱ気持ち的にもやっぱ嬉しくなりましたし、やっぱ自分からもこうなんでしょうね、やりたくなっちゃう感じで、触ってみたいな。バサつきは少しは出てきたんですけど、スタイリングっていうのは簡単になったし、あとは自分でもそのお手入れをした時にやっぱ綺麗になるので嬉しいなっていう感覚はあります。一番最初の手触りとはやはりどうしてもツヤツヤ感っていうのは少し少なくはなってきました。ただこうツルツル感とか、ボリューム感っていうのはまだこう保っているので、髪の毛が綺麗になることによってちょっと自信もついたので、定期的にすごいやりたいなってすごい思います。湿気とか雨が降った時とか広がりうねりが強かったのが、この部分のまとまりはだいぶ落ち着いてますね。やっぱ毛先はちょっとごわつき始めてる、パサついてるかなっていうのはあります。でもやっぱ未だにやっぱ垂らしてる時とかはやっぱちょっとこうやって触りたくはなりますね。白髪の部分はどうしても出てきてはしまうんですけれども、退職はすごく少なかったと思います。未だにやっぱり鏡見る、髪の毛、乾かし終わった後今日はどうかな、まだ落ちてないかなとか、髪の毛がこうツヤツヤしてるとこう少し若さが見えてくるというと元気にも見えるみたいなんですね。